年生になったら、1年生になったら、友達100人できるかな。100人で食べたいな。富士山の上でおにぎりをパックンパックンパックンと。なあ、リツコ、途中まで車で送っていこうか。いいよ、一人で行けるよ。私、1年生だもん。はい、出来上がり。かっこいい。ママ、ありがとう。1年生になったら、1年生になったら、友達100人できるかな。どう？決まってる？ランドセル、もうちょっと上げた方が楽なんじゃないか？うん。どれどれ。どうだい？うん、いいみたい。パパ、学校ってお友達いっぱいいるんだよ。そりゃいいな。行っておいで。気をつけてね。はい、行ってまいります。1年生になったら、ケイタくん、スグルくん、ショウゴくんと、あとはリツコちゃんだけね。遅えな、あいつ。まったくもう。おはよう。あ、来た、リツコちゃん。遅れるよ、早く。ごめんなさい。お待たせしました。やい、お前のおかげで遅刻だぞ。そうだよ。ボタボタすんな、こののろすけ。こら、いじめっこしちゃダメ。怖い。さあみんな、早く行こう。出発進行。リツコちゃん、しっかり。リツコちゃん、頑張って行こうね。ちょっと、もう少しゆっくり歩いて。やだ、遅刻しちゃうよ。やーい、ママがいないと歩けないのか。違うよ。もう少しだからね。うん。ほら、遅刻じゃないかよ。面倒見切れないよ、もう。行こう行こう。はい、やだ、あたしのせいになっちゃうんだから。ほら、よいしょ。悪いけど先に行くわよ。ケイタくんも早く。はい。席はこっちだからね。遅刻しちゃいけないんだよ。おい、いけないんだ。ビーン。ほらほら、静かにしなさい。リツコちゃんはね、小さい時の病気でみんなと同じように歩けないの。だから親切にしてあげてね。一生懸命歩いてきたんだもの。偉かったね。咲子ちゃん、よろしく頼むわよ。はい。あいつな、ロボットゴンなんだぜ。ふーん、なんでなの？ちっちゃい時な、ロボットみたいな靴履いてたんだぜ。なあ、すぐる。そうだぜ。ガチャガチャドスンドスンってな。
どうして今履かないの？あのね、小さい時歩けなかったから。だけどもう歩けるもん。今でも変だよ歩くのね。え、だからロボットゴンなんだよ。違うもん違うもん。ねえ、誰かに突き飛ばされたんじゃないの？誰？誰なの？違うってば。転んじゃったの、学校の前で。本当かな。やっぱり無理なんじゃない？みんなと一緒に学校に行くの。ねえ、先生に頼んでママがついてってあげる。そうしよう。いいってば。リツコ、みんなと行く。おーい、クモさん、おいで。アブラムシがお尻から甘い汁を出します。これはアリのごちそうなのです。それ。テントウムシがやってきてアブラムシを食べ始めました。するとアリたちが寄ってきてテントウムシを追い払ってしまいました。はい、ではここまで読める人。はい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 、リツコちゃん。アリが巣から出てきました。膝の先を地面にくっつけたり離したりしています。仲間の通った後の匂いを確かめているのです。アリが木に登っていきます。上の方に小さなこらこら、ショウゴくんだな。先生、後ろにも目がついてるんだよ。俺、シチュー大盛り。うわうまそう。私も。暑いから気をつけてね。スグル君、よそ見すると危ないよ。あー！あー！熱い！あー！服だ！あー！大丈夫？リツコちゃん。先生、俺も拭いてよ。あらまあ、こんなになって。早く早く、シミになっちゃうよ。まったくもう。もうやだ、リツコちゃんばっかし。そんなやつもうほっとけよ。どうしたリツコ、ピカピカの一年生になったらだんまりお姫様に変身かい？あんまり黙っていると言いたいことがあふれて破裂しちゃうぞ、お腹が。やっこらっしょ。さあ、歩いてごらん。1、2、1、2。ほら、かかとちゃんとつけて。1、2。よし、終わりだ。今度、いつ来るの？もう来なくていい。嘘。リツコの治療は、今日でおしまい。え？よく頑張った。これからは友達と思いっきり遊べ。それが宿題だ。やだ。だってもうやることないもん。やだ、友達できないもん。みんなみんな。来いリツコ、お前はそんなに弱虫だったのか？
悔しかったらかかってこい。さあかかってくるんだ。よし。えい、いった。なんだなんだ。左の足で蹴ってみろ。ほら来い。えい。その調子だ。弱虫リツコをぶっ飛ばせ。よし。頑張れリツコ。負けるな、リツコ。いや、いて。ごめんなさい。やるな。頑張れよ、リツコ。うん。うん？絶対に買うからね。もう名前だってつけたんだもん。へえ、なんていうの？ほら、足だけ白いでしょ。ソックス。ソックス、かわいい名前だね。ダメダメ、ただでさ忙しいのに猫だなんて。だってさ、一人ぼっちでかわいそうなんだもん。ね、ね、パパ、いいでしょ。せっかく連れてきたんだもんな。ダメ、パパ甘いんだから。誰が世話するのよ。私がするよ、絶対に。そんなこと言っても。ねえ、もしかして親猫が探してるかもしれないわよ。ううん、ソックスはみなしごなの。ねえ、パパだってこんな可愛い猫捨てられないよね。え？まあね。しょうがない子ね。何年使ったかな、あの椅子。三つの時からですもの、四年ですよ。ねえ、これソックスのにするから、きれいに塗り直して。あれ？いいって言ったっけ？猫飼うの。やだ、パパの意地悪。いいんだよね、ママ。りっちゃんの頑固者。さっきママね、抱いてたんだよ、ソックス。面白い、猫の散歩かよ。俺にやらせろ。あ、ダメ。せーな。おい、猫来い。へえ、愉快愉快。ああ。あ、お母さん。ソックス。レッツゴー。ダメよ、ショーゴ。お母さんこれからパートなんだから、3人でお夕飯食べててね。チュ。三学期からの新しいお友達、石田しのぶちゃんです。アメリカから帰ってきたばかりで、まだ日本語うまく話せないけど、仲良くしてね。こんにちは、みんなすきです。お友達。おお、すげえ、結構日本語喋れんじゃん。わあ、かっこいい。はいはい、騒がないの、ケイタ君。はい。しのぶちゃんの席はケイタ君の隣よ。オーライ。しのぶちゃんの足、素敵だな。
うらやましいな。あれ、しのぶちゃんの黄色い髪だ。これ、アメリカのお姫様。おいおい、アメリカにもあるのかよ、お姫様って。 I don't know、 わかりません。え、こらこら、よそ見しない。できた。まあ、上手にできたわね。ほら、かわいいでしょ。まあまあだね。ふん、いい気になって。何よ、こんなもん。あ、ヒキ。あ、私、歩けたのに、友達いっぱいできると思ってたのに。ただいま。あ、おかえりなさい。あら、どうしたの、りっちゃん。何を隠したの。ちょっと見せて。ねえ、見せてくれたっていいじゃない。うん、でもママに見せられないものなの。ねえ、どうしたの、このおひなさま。転んだの。嘘、転んだぐらいでこんなにならないでしょ。ねえ、誰がやったの。黙ってたらわからないじゃないの。ね、りっちゃん。もうよせ。りつこだってつらいんだろう。言いたくないことだってあるだろうが。だってそんなこと言ったって、このまま放っておいたら。おしくらまんじゅう、おさえてなくな。おしくらあの、見てください、これ。Oh, no! どうしたの？かわいそう。あの、リツコは昨日誰かに突き飛ばされて、それでこんな風に。誰だ、あんなことしたろ。俺知らねえぞ。おい、誰だよ。リツコはやっと歩けるようになったんです。小さい頃、いつも椅子にじっと座ったままで。さあ、りっちゃん、行くわよ。やだ、病院行くの。痛いもん、やだ。お願い、我慢して。やだ。泣かないで、りっちゃん。4歳になって近くの治療院に通うことになりました。あら、またおんぶでお出かけですか。どうかなさいましたの。ちょっと骨折したものですから。大学病院の先生が紹介してくださったのです。さあ、お母さんは待合室に行っててください。大丈夫、ちっとも怖いことなんてないからね。さあ、お母さん。さあ、うまく取れるかな。うん。よし、今度はどうかな。やってみて。あの、治療はいつから始まるんでしょうか。お母さん、足の治療より律子の心のマッサージの方が先ですよ。
いつも一人ぽっちで固くなになっていた律子の心を解きほぐすのに随分時間がかかりました。ほらできた。律子、痛かったりくすぐったかったりしたら教えて。見てればわかるのに。先生ね、律子の可愛い顔見えないんだ。え？見えないの？本当に？真っ暗？先生、いつも真っ暗なの？そう、何にも見えないんだ。はい、石橋治療院でございます。はい。嘘だ、ねえパパ、今の治療院変えようかしら。今まで何回変わった？やれ遠い、やれ待ち時間が長いのって。でも、もう1年も経つのよ。やっぱりダメなのかしら、歩くの。ほら、治ったぞ、律子。もうグラグラしないよ。気持ちいいぞ、外は。よし。よっからせ。わあ、ポッカポカ。さあ、自分で動かしてごらん。はい。あれ？あれ？ん？どうした？ほら、足が一人でに動いた。え？本当か？これは本物だ。どうだ、ここは。やだ。お母さん、早く早く。生き返った、律子の足が。え？いいか、お腹に力を入れて踏ん張るんだぞ。はい。よし、頑張れよ。1、2、3。あ、よくやった。自分の力で立ったんだぞ、律子は。先生。よし、もう一度やってみよう。しっかりね。はい。1、2、3、4、5。あ、もう大丈夫だ。めっちゃ。それから律子は、1、2、3。よし、それね。自分でも一生懸命必死で練習しました。1、2、3。そして忘れもしません、夏に入ったばかりの7月。3、4。いいか、大丈夫だからな。そら、律子。うん。やった、すごい。律子、頑張って。よかった。律子。律ちゃん。律ちゃん。それからいろいろな矯正靴で練習して、やっと歩いてるんです。ちょっと押せばすぐ転んでしまうんです。皆さんとは違うんです。乱暴はやめてください。お願いです。いじめないでください。ねえねえ、誰がやったの？
俺じゃねえからな。来ないでよママ、来ないでよ。お、なんだなんだ、すげえ、ロボットだ、超かっこいい。ねえねえ、遊ぼう、ロボットごっこしようぜ。うん。ちょっと待って、あなたどこの子？正吾、あそこのアパート。さ、行こう行こう。うん、遊ぼう。あの子ったら。いいぞいいぞ、本物のロボットだ。わーい、ロボット様のお通りだ。怪獣なんかやっつけちゃえ。ガオー、いいぞいいぞロボットゴン、頑張れ頑張れロボットゴン、怪獣なんかやっつけちゃえ。やめなさいりっちゃん、さ、帰るの。どうしてよ、私はロボットゴン、強いんだぞ。やめるのりっちゃん。いい、見せ物じゃないのよ、真似なんかしないでね。ふん、遊んでいたのに。ビーラ、行こう行こう。うん、もう遊んでやらないようだ。ふん、変なおばさん。せっかくお友達になれたのに。ママあったら行きたくなくなっちゃうじゃない、学校に。でも行くよ、私絶対行くよ、学校に。今日からあなたたちの担任、田中美智子です。クラス替えで違った組のお友達もいるけど、みんな元気で頑張ろうね。はい。さて、最初に席を決めようと思うんだけど、みんな考えてみて、やり方。はい、友達同士がいいと思います。グッドアイデア。だけどクラスのみんな私の友達、私困ります。それにさ、背の低い人の前に高い人が来たらどうするの？黒板見えないよ。友達いない子はどうするんだ？はい、背の低い人、中くらいの人、高い人に分けて席やくじ引きがいい。賛成賛成賛成。僕も賛成。じゃあ決めるよ。それに先生、目の悪い人前にしないと。そうね、目の悪い人は？はーい、毎度おなじみ、ボックです。先生、足の悪い子は？なに、もっと大きな声で。足の悪い子はどうするの？足の悪い子？リツコだよ、リツコ。リツコじゃない、リツコちゃん。だって歩けるじゃない、みんなと同じに。さあ、くじ引きで決めるわよ。くじで引いた番号がこの席順だからね。神様、仏様、一番後ろになりますように。それも窓際に頼んます。でゃー、げー、ついてね、一番前かよ。超ムカつく。あー、4番。参ったら、俺の隣かよ。やだ、もうまたリツコちゃんのそば。誰か代わってよ。それよっ、トヤ。やるじゃんか、ミクミから来たヒロシも。でもうちの班にはケイタがいも。判別対抗はバッチリやで。ちょっとちょっと、でもさ、判別対抗リレー、私の判
ゃんはあの子がいるからがっくりだよ。ついてないね、さきちゃん。ほんとほんと。あ、くそなんて子なんでしょう。翔吾くん、今日から各班ごとに日記を書いてもらいたいの。自分の考えていること、みんなに言いたいこと、先生に言いたいこと、何でもいいからね。順番どうするの？字の上手な順、頭のいいもの順。さて、喧嘩にならない順は？じゃんけん、グー、チョキ、パー、これ一番いいね。丸。グッドアイデア。オーケー、オーケー。先生もオーケー。楽しみにしてるよ、みんなの日記。最初はグー、じゃんけんポン。アイコでしょ。は、私勝っちゃった。じゃあ、リツコちゃんから。ちょっと待った。こいつよ、泥場だから一番後にしようぜ。先生、俺は。さあ、やろやろ。最初はグー、じゃんけんポン。あいこでしょ、あいこでしょ。りっちゃん、どうしたのよ。また誰かに意地悪されたの？そんなことないよ。じゃあ、学校で何かあったの？何もないったら、ごちそうさま。変ね。やっぱり、何かあったんじゃないの？ママ心配なのよ。田中先生きついんじゃないの？林先生と違って。またいつかみたいに。しつこいな。何もないってば。宿題たくさんあるから。ねえりっちゃん、これ田中先生にお渡しして。いろいろお願いしたいこと書いといたからね。行ってまいります。よっ、やったすぐるくんとりつこちゃん。はい。先生、私。りつこちゃん飛べないから、低くしてもらえば。大丈夫、腕の力を使えば飛べるから。さ、やってごらん。早くしろよ、次の人が待ってるでしょ。ではもっと前の方について。はい。あ、おお、いいぞいいぞ、頑張れ。
もう何やってんだよ。もたもたしないでよ。待て、いつか先生、リツコはみんなと同じだって言ったけど違うよな。先生もひいきだよな。そうよ。そうだぜ。おい、みんなと同じに歩けるか。歩けるもん、歩けるもん。じゃあ歩いてみな。変な歩き方おっかしい。おっかしいぜ、やっぱ。これでもみんなと同じかよ。ひょっこ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 踊り。ひょっこひょっこりつこのひょっこひょっこ踊り。ひょっこひょっこりつこのひょっこひょっこ踊り。りつこにそっくり。ひょっこひょっこりつこのひょっこひょっこ踊り。ひょっこひょっこりつこのひょっこひょっこ踊り。ひょっこ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 。あ、いじめっこしちゃいけないんだ。リツコちゃんのママ来るよ。来ないもん、ママ絶対来ないもん。こいつよ、泣かないからいじめてもいいんだぜ。ヘイシャーゴー、ユーボーリー。なんだよこいつ。ダメ、あなたシャーゴー。いやいや、やめろ、ダメよ。傘も。したの？頭痛いの。それぐらいで休んじゃダメじゃないの。それに気持ち悪いし。しょうがないわね。じゃあ先生に電話しとくけど、勉強遅れても知らないよ。もういい。行くよ。行ってらっしゃい。ねえ先生、何を話して。ねえ先生ったら。ねえったら。これお母さんに渡して。え、やだよ、どうせ俺の悪口に決まってるもん。違うよ、半日記の返事、いいこと書いてあるんだから。本当に？これ秘密だよ、先生と翔吾くんの。ね、分かったよ。リツコじゃないか。どうした？鍵開いてるぞ。入っておいで。はい。元気だったかい？おや、まただんまりお姫様かい？
何があったんだ。さあ、おいで。いじめられたの？翔吾くんってね、いじめても泣かないから、だからいじめてもいいって言うんだよ。私だって泣きたいよ。だけどね、ちっとも涙が出ないの。そりゃそうさ、リツコは小さい時涙全部流しちまったもん。そう、いいもん聞かせてやろう。驚くな、耳の穴塞いどけ。覚えてるか、初めて来た時の。すげえ声だ。いじめっ子にはこれでいけ。いやん、バカン、ワン、いやん。みんなびっくりして逃げていくぜ。やだ、意地悪。そんなことできないよ。リツコ、ちょっとおいで。リツコ、歩いてごらん。さあ、まっすぐにちゃんと歩いてみろ。泣くな。違うだろ、歩き方が他の子と。先生も違うんだ、みんなとは。友達からからかわれて悔しかった。泣いたよ、ずいぶんね。この目が見えないかってゴシゴシこすったりもした。だけどね、いくらそんなことしたって見えるようになんかならないよね。自分は誰から見ても目の見えない人なんだ。それを素直に認めようと思ったんだ。人と違ってていいんだってね。そしたら心がうんと軽くなったよ。その時からね、よし、ハンディがあってもちゃんと生きてみせるぞって決心したんだ。かっこいい。だって先生は目が見えないけど、よく見える耳があるんだ。見える耳？そう、リツコの泣いているのがちゃんと見えちゃうのさ。やだ。リツコ、人はどこかにハンディを持っていると思わないか。目の悪い人、入れ歯がないと食べられない人、口の聞けない人。先生とリツコはね、たまたまそのハンディが人より目立つだけなんだよ。ほらな。先生思うんだ、人をいじめて楽しんだり、それを見て笑っている友達って心のハンディを持っているってね。心のハンディ？意地悪、ひがみ、うぬぼれ。心のハンディはいろいろさ。先生はな、人の心の痛みに気がついていない翔吾君や咲子ちゃんの方が律子よりずっとずっとかわいそうだと思うよ。先生、明日行くよ、学校に。ただいま。りっちゃん、おかえり。今美味しいケーキが焼けたとこよ。ん？さっき田中先生がお見えになったわよ。あ、ママ、これ先生が届けてくださったの。ママ、昨日のこと何にも知らなくて。私、今日。分かってる。石橋先生に電話で叱られちゃった。欲張りだって。ママ、見えなかったの。リツコの一歩がね。頑張りの一歩が。みんなと同じじゃなきゃいけない。人と違うはずないって。焦ってたのね。ごめんね、りっちゃん。
そんなことがあったのかい。手紙のこともちっとも知らなくて。そりゃリツコの方が上手だね。そうなの。私一人リッちゃんの先回りしてどうにかしようって舞い上がっていたみたい。先回りのつもりが逆だったってわけか。そう、りっちゃんから少し離れて私のために一歩を踏み出そうと思っているの。ねえ、二人ともちょっと来て。最初に履いた靴よ。見て、つま先がこんなに。りっちゃん、こんなに、こんなに練習したのよね。頑張って、頑張って、頑張って。転んじゃなき、転んじゃなきしたっけな。まあね。あ、田中先生。あら、よった。おはよう先生。翔吾くん、なんだあいつ。甘えん坊してる翔吾くん。おーおーおお、危ないよ翔吾くん。ねえねえねえ、手紙なんて書いてあったのさ。ねえってば。やっぱり気になるのね。当たり前じゃん。お母さん怒った？ううん、全然。じゃあどうだったの？あのね、行っちゃおっかな、どうしよっかな。何よ翔吾くんったらもったいぶって。まあいいか、行っちゃおう。先生、あのね、うちのお母さんたらね、うん、うん、どう、どら。ちょっとあんたたち、ふざけないで早く手伝いなさいよ。手伝うわよ。わーいわーい、ずる休み。ひょこひょこ踊りのずる休み。おかしい？私そんな歩き方してないよ。え？イヤホー！イエーイ！拍手は後で。なぬ、いいとこ来てくれたわ翔吾くん。みんなに見せてあげてよ、私のひょこひょこ歩き。それマジ？マジに決まってるわ。さあ行くわよ。せーの、ロボットゴン、ロボットゴン、正義の味方だロボットゴン。ガッシャンガッシャンロボットゴン、ガッシャンガッシャンロボットゴン。どうなっちゃってんだいつら。ロボットゴン、ロボットゴン、正義の味方だロボットゴン、イエーイ。さすが翔吾くん、私とそっくり。変なやつ。ひろしくんもすぐるくんもよく見習ってね。わかった。るっせーな。私はロボットゴン、正義の味方。うん、私ってかっこいいんだからねえ翔吾くん。おい、よせ。何かあったのかお前。翔吾くんこそ何かあったんじゃない？がちょっとね。郵便屋さんの落とし物拾ってあげましょう。入れて、1枚、入れて、2枚、ね、3枚、4枚、5枚、入れて、6枚、ね、入れて、7枚、8枚、9枚、10枚、入れて。私も。え？え？嘘。ダメよ、リツコちゃん飛べないもん。平気。私持つ人になるから。どうする？いいんじゃないの？
そしたら私たちいっぱい飛べるもん。うん、私もいいよ。郵便屋さんの落とし物拾ってあげましょう。1枚2枚3枚4枚5枚6枚やったはい、ソックス。ラッキー。ねえねえ、いいことあったんだよ、今日は。ん？なになに、いいことって。漢字のテスト10問正解？それとも算数で100点取ったの？もっといいこと。書きたいこといっぱいあるけど、こら、ダメ。あー、翔吾くんの。僕は律子ちゃんがいつもママと手をつないでいるのを見ると憎らしくなる。うちのお母さんはお勤めだし、弟と妹がいるから、僕は一度だってお母さんと手をつないで歩いたことがない。律子ちゃんがみんなから大切にされているとついいじめたくなる。いじめた後ものすごく嫌な気持ちになるけどやめられない。だけどこの間田中先生のおかげで。お母さん、手紙読んだその晩にね、僕だけ散歩に連れてってくれたの。おまけにアイスまで買ってくれちゃったんだからうん、そう、よかったね。ねえ、手紙また書いてね。今度お母さんどこに連れてってくれるのかな。僕はとっても楽しみだ。よかったね、翔吾くん。よし、私も書くぞ。私、後藤になりたい。私が初めて歩いた時、お母さんとお父さんは泣きました。石橋先生も泣きました。私はその時、涙には二つあることを知りました。悲しい時の涙と嬉しい時の涙と。運動会で走れた日、私は嬉しい涙を流しました。かけっこではどんなに頑張ってもビリッカスの6等になってしまうけど、私は走れたことが嬉しいです。今の私の夢はかけっこで5等になってザーザーと嬉しい涙をいっぱい流してみたいです。りっちゃんはね、歩けるようになったらいっぱいお友達できるってリハビリ一生懸命頑張ったんですって。だけどお友達できたかしら。嬉しい涙いっぱい流せたかしら。先生ね、今まで走れるなんて当たり前のことだと思ってたの。でも違うのね。走れることがどんなにありがたいことかって先生、りっちゃんから教えてもらいました。ごめん、りっちゃんの真似っこもうしない。飛び箱一生懸命練習してたのに、私笑ったりして。僕もいじめられるの黙って見てた。ごめんなさい、私お雛様をあんなにしちゃって。え、あきこちゃんが？本当に？まさか、信じらんない、あの顔で。だってさ、いつも一番じゃないとママに怒られちゃうんだもんきついよな、いつも一番なんてな。うん。ねえ皆さん、かけっこは1がいいけど通信簿は5ですよね。漢字テストは10で算数のテストは100。さて1枚って一体いくつでしょう。
あれ本当だ。みんな聞いて。私ね、みんなのこといじめっ子で憎たらしいって思ってた。私もずっとずっと意地悪な心でいた。翔吾くん、ありがとう。いい？判別対抗リレーはみんなが力を合わせないと勝てないからね。先生、リツコちゃんも一緒に走るの？どうして？だってリツコちゃん遅いもん。そうだよな、俺たちの班ビリになっちゃうもんなあ。おい、うんうん。でもケイタ君何？リツコちゃん一人抜かすのかわいそうだと思うんだけど。だけど先生も意地悪だよ。ん？だって一等二等って決めるじゃない。みんなビリになるの嫌だもん。ビリはご褒美もらえないもん。ご褒美ありならいいけど。私見学してるから。おい待て、お前が抜けたら5人だもん。やっぱりビリになる。おー、グッドアイディア。日本語で言えよ、日本語で。これくらいでよ。いい考え思いついたよ。わかったから早く言ってよ。オッケーオッケー。ハンディの点あげたらいい。ハンディの点？リツコちゃん足悪いからかけっこ遅い当たり前でしょ。みんなと同じ条件で走る方がかえって不公平ね。だから赤チームにハンディの点あげればいい。アメリカの学校でいつもそうしてた。わかったわかった。はいはいはい、翔吾くん。さ、リツコの走るの70メートルにすればいいんだよ。だってさ、気がつかなかったわ。ハンディを点数じゃなくって距離にしようってことね。先生大賛成。だけどさ、前を走る人は130メートルですよ。うわぁ、ダメダメダメ。僕ダメですよ、絶対。どーんと任せておけって。俺様が走るからよ。すげえ頑張る。ふぅ。でも、リツコちゃんはそれでいいのかな。どう、リツコちゃん。うん、いいな、リツコ。私は、いいけど。じゃあ先生、職員会議に話すから。ミッコちゃん、児童会の方頼むわね。いいか、走り出しはこう前かがみだぞ。それからだんだん体を上げて走る。膝は高く、腕は大きく速く振る。わかったか、よく見てろよ。よーい、ドン。ほら、こうやるんだ。よーい、ドン。合格。よーい、ドン。合格。よーい、ドン。テール、もっと膝を上げろ。腕を速く振れ。わかった。よーい、ドン。合格。よーい、ドン。入った入った入った。リッチャイド。大丈夫、一人で立てるから。私頑張るよ。よっしゃ。いいか、お前ら、バトンは次の走者に。パチンと叩くようにしっかり渡してやれ。バトンを持ち帰るとき落とすなよ。わかったか。おーい、自動化要件よ。やったーやったーやったー。りっちゃん、よかったね。やったね。
職員会議は？それがね。嘘。ピンポン。嘘。もちろん OK よ。やったやったやったお、体育着できたな。え？わかる？新しい服の匂い、それにいい汗の匂いがするよ。さあ、おいで。先生、リレーだからさ、私心配なの。私でずっと遅れたらどうしようって。心配するなって。遅れたっていいじゃないか。へえ。一番大切なのはね、運動会の日までにどれだけ努力したかどうかだよ。そうかな。怠けなきゃいいんだ。ねえ、見に来てくれるでしょ絶対。ここに来るのはリツコだけじゃないからな。だから約束できないんだ。なんだ。その代わりいいこと教えてやるよ。いいことって？いいか、走り出したら膝を曲げちゃダメだぞ。こうして膝をぐんと伸ばして、できるだけ足を前につけるんだ。ほら、こう。ちょっと痛いけど、これコツだぞ。うん、やってみる。そうだ、思い切って伸ばせ。前へ前へだ。うん、大丈夫。ソックス、大丈夫よ。私、友達いっぱいいるんだもん。見ててね、明日の私。大丈夫かな、私。心配するなって、私がぶっ飛ばすから。よー。出番だぞ。水で湿らせてあるからきつく縛れ。絶対落ちないから。よっしゃ。いい。次は3年生の判別対抗リレーです。みんな一生懸命走るので応援よろしくお願いします。ここよ、りっちゃんのスタート。自信持って、ファイト。石橋先生、来てくれたかな。どうか、転びませんように。飛ばせよ、いつもの調子で。いいな、咲子。よーい。Come on!
メガネ、ね、メガネが2メートルないよ。大丈夫、翔吾はやってくれるよ。じゃあ頑張って。しっかり掴んでね、バトン。よくやったな。偉かったぞ。
そこに広がる遥かな砂浜。